人とも聞いていい？私看護師になる資格あると思う。さっきの兵のことを気に病んでいるのか。あれはしょうがないだろう。それだけじゃないの。私が看護師になりたいのって、柔道手伝って働けたらいいなってぐらいだったから。いけないことなのか？首都でアグリアさんに言われたことを気になされていたのですね。看護師って病気の人を助ける仕事でしょ。患者さんやその家族から見たら、私の動機なんてすっごく不純かもって。うん、動機がそれほど重要だとは私には思えないかな。けどそれが自分で自分の失敗を許しちゃう原因なのかなって。努力していればそれでいいって思えちゃうんだ。結果は二の次だって。さっきのやつか。なんかさっきより機嫌悪くない？兵たちが我々の捜索をする際、縄張りを荒らしたのでしょう。どこから来る？ニラさん、逆です。頼んだ。
私もヒゲが焦げ焦げです。私が油断したせいだ。そんなことないよ。私は迷惑ばかりかけているな。そういう時もあります。そうお気になさらずに。このうまく言葉にできない感覚は何だ。私が集中しようとすると邪魔をする。ミラ、ひょっとして。レイヤ、先ほどの答えだが。あ、うん。何事も結果は重要だ。だが私はやろうとする意志が大切だと思っている。次第を失った時、足が動かなくなった時、私はそれでもやろうと決めただけだ。そうですね。その意志を持たねば結果は伴いません。うん、そうだね。ありがとう、二人とも。あのさ、私が将来ジュードと一緒に働きたいのってどう思う？あ、レイヤもジュードと同じだ。答えが出るまでは見放すつもりはない。あ、そういうことじゃないけど。うん、ありがとう。あれ、私の勘違い？さあ行こう。出口はきっとこの先だ。